腕時計における三大複雑機構の一つにミニッツリピーターというものがあります。時計が示している時刻を鐘を鳴らして知らせてくれる機構です。ミニッツリピーターは様々な役割をする機構が組み合わされてできているため、一斉に動く部品の役割を目で追うのはかなりしんどいです。今回はミニッツリピーターの仕組みを解説してみようと思います。鐘を鳴らすにはハンマーが必要ですね。ハンマーは引いて離すことでバネによって衝撃を作り出せます。1回だけ鐘を鳴らすのであれば、こんな感じで1枚のカムを回すことで達成できます。では、決まった時間に複数回の鐘を鳴らすにはどうすればいいのか。複数回鐘を鳴らすにはハンマーを弾く爪を増やしたり、もっと回せばいいのですが、それとは別に、この鐘打ち機構には動力と調速機構が必要になってきます。機構自体が人の操作から離れて独自の時間で動くようにしなければなりません。ガバナーと呼ばれる調速機構を用意します。調速機構の役割はゼンマイの力で回る歯車をゆっくりにすることです。重りの慣性を使ったものや遠心力を使ったものなどいろいろな種類があります。鐘打ち機構とガバナーを組み合わせました。複数回の鐘を鳴らすことができました。ハンマーは複数部品で構成して、巻き上げ時は引っかからないようにしています。巻き上げる量を変えれば鐘が鳴る回数が変わります。これを利用すれば時間の鐘を打てそうですね。ここで出てくるのがスネルと呼ばれるカム部品です。このスネルには12段階の高さがあります。スネルの輪郭にアームが接触することで12段階の傾きを、刃をつければ12段階の回転を作れます。組み合わせました。5時の鐘を鳴らしました。今度は8時の鐘を鳴らしました。これで1時間単位の鐘を鳴らすことができました。次は15分単位の鐘を鳴らす仕組みです。とその前にミニッツリピーターの音についておさらいです。ミニッツリピーターは1時間、15分、1分の3つの音を2つの鐘を使って表します。
こんな感じです。新たに気候モデルを用意しました。時間を鳴らす爪は角度を狭くし、他の音を鳴らすために使える角度を確保しました。ここまでが先ほどの気候と同じ仕組みです。15分単位の音である2つの鐘を交互に鳴らすため、クォーターラックと呼ばれる部品を用意します。2つの鐘を交互に鳴らすこと自体は一部品で達成できるので分かりやすいかと思います。15分単位の時間情報を得るには、先ほどのとは形の違うスネルが必要になります。さっきの側はスネルで、これがクォータースネルですね。クォーターラックが直接スネルと接触することで鳴らす鐘の回数が決まります。それで、クォーターラックはスネルとの接触位置により動き始めの角度が変わりますが、アワーラックが押し回すので問題なく動きます。この緑の歯車のピンを押すことで一緒に回りますが、緑の歯車がどの角度でも回転終了時の角度は同じになります。これは音のタイミングに影響し、15分の音が少ないと1時間の音との間が長くなります。組んだので動かしてみましょう。4時45分お知らせです。7時30分をお知らせしました。これでクォーターリピーターはできたと言いたいのですが、実はある問題があります。それはアームとスネルが接触していない状態で手を離すと、誤った数の鐘を鳴らしてしまうことです。この問題を解決するためには、アームがスネルから時間情報を取得したかの判定が必要です。
クォーターラックの形状を少し変更しました。そしてオールオアナッシングという部品を取り付けます。簡単に言うとクォーターラックをロックする部品です。クォーターラックの形状変更とオールオアナッシングの追加により、ハンマーの爪は逆方向に回っています。アワーラックと接触しなくなり、ロックが解除されない限り鐘が打たれなくなります。あとは時間情報を取得した時にロックが解除されれば良さそうです。時間取りの部品も変更します。L 字型の部品とバネを取り付けました。アームの先端が押されると、L 字型の部品が傾きます。つまりはこれが接触判定となり、L 字型の部品の傾きを利用してオールオアナッシングを押してクォーターラックを開放させます。組んだので動かしてみましょう。すべての鐘打ちが終了すると、再度ロックがかかります。アームとスネルが接触しないうちに手を離したときは、鐘は打たれません。さて、ここまでがクォーターリピーターの仕組みです。我々が知りたいミニッツリピーターは、ここからさらに機構が追加されます。新しく機構モデルを作成しました。1分の音を鳴らすために各部品の形状を少し変更しました。これが1分の音を鳴らすミニッツラックです。こちらがミニッツスネルです。ミニッツスネルが手裏剣みたいな形をしているのは、音の数が15分で1サイクルだからです。それぞれの音を鳴らす仕組みは大丈夫そうです。1分の音の連結についてですが、さっきのクォーターラックの動作方法と同じようにピンを押して動かすのは推奨されません。というのも、後ろ側から音数を増やしていくと、例えば1時1分を知らせる場合にものすごい音の間隔が長くなるからです。そこでこんな爪のついた部品を使います。この部品はクォーターラック上に取り付けられます。そしてピンを追加します。追加された爪部品はラチェットになり、ミニッツラックを押すように作用します。
ラチェットはクォーターラックがスネルと接触する少し前にピンと接触して解除されます。クォーターラックが音を鳴らし終えた後、ラチェットが再度働いてミニッツラックと噛み合います。これによって15分と1分の音の間隔を詰めて動かすことができます。このラチェットの面白いところは、クォーターラックとミニッツラックのどちらが先にスネルと接触しても問題ない点です。残りの部品を取り付けて完成です。7時51分を示す音が鳴りました。1分の音は15分の音の後に間隔を詰めて鳴りますが、機構全体の動きとしては1分の音すべてが鳴る時間分動きます。12時52分です。ちなみにこれが1時1分の音です。以上でミニッツリピーターについての解説を終わります。情報が多すぎて大変だったと思いますが、実は 2,300 年前に作られた機構です。これが腕時計に入っているわけですから、人間はすごいですね。今回の動画は以上になります。ありがとうございました。